このイベントは日本財団が次世代へと海を引き継ぐために行っている海と日本プロジェクトの一環として企画したもので、県内の小学生12人が参加しました。子どもたちはまずいわき市のアクアマリン福島でサンマの繁殖や飼育について講義を受けた後、生後2ヶ月のサンマの餌付け体験を行いました。その後、子どもたちは県内唯一の水産高校であるいわき海星高校に移動、いわき沿岸の海の特徴などについてより一層理解を深めてから、生のサンマを使った魚拓作りなどに挑戦しました。